月のテーマは、はい、あると便利なものの断捨離です、うん、あると便利なもの、うん、もうこれは結論出てますよね。あると便利なものは実はなくても困らない以上ですね。結論早くもね、はい、出ましたね、10秒で、はい、じゃあここから掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、ここで終わりにするわけにはいきませんから ね、はい、あると便利ってなんだということなんですけれども、はい、必要なものとは違うわけですもんね。そうですよね、別に必要はないですよね、うん、結局ね、便利って何かっていうと効率化なんですよね、はあ、うん、効率化だと思うんですけど、うん、私はその効率化っていうのをね、まあ、最上位に持ってくることに対しては落とし穴があるなと思ってるんでね、便利イコール効率至上主義となってしまうと危険かななんて思ってるんですね、うんうん、で効率って逆に何かというと、そのプロセスっていうかな、過程を楽しまないっていうふうに感じるんですよね。で、うん、実は私はプロセスにね、意味がある、うん、プロセスにいろんな気づきがあると思ってるのでね、はい、ここが欠落してしまうのはね、うん、残念なような気がしてるんですね、うん、確かに効率っていうといかに早く、うん、いかに無駄なくってことですよね、うんうん、そうですね、うん、だから旅で言ったらね、早く着くのはもちろん嬉しいけど、その途中のね、窓から見る景色とかね、うん、そのぼんやり過ごしながらね、なんかこうそういう旅の途中も楽しいじゃないですか、それはね、うんうん、すごく私も好きですね、うん、景色を楽しめないのはね、うんうん、寂しいかなって思うんですよね、まあ、確かに本当にそうですね、うんうん、ただね、こう家の中の家事っていう風に考えると、うん、なんか景色を楽しむ領域には私はちょっとまだなくてですね。そうですかどっちかっていうと効率化を目指したくはなっちゃうんですけれども、ね、まあ、他にやりたいことがいっぱいあるし、はい、しなければならないことがいっぱいあるね、ということですよね、だから何をどう便利したいかっていうところなんだけど、やっぱりね、まあ年代が違ってね、まあ、この間このワーママ春さんって言ってね、ワーキングマザーでね、圧倒的な支持を受けてる春さんと YouTube で対談したんだけどね、全く私が感じてたことをね、私の言葉を聞いてるぐらいに言うからね、本当におかしかったんだけど、みじん切りをするのにはワードプロセッサーが便利ですよね。フードプロセッサー、あ、そうそう、ワードプロセッサーじゃない、ごめんなさいフードプロセッサーですね、はい、フードプロセッサーで、みじん切りはその、うん、もう瞬時にできるんだけど、その後の分解してきれいに ね、手入れするっていうのが非常に面倒なわけですよ、でね、そんな話をで盛り上がったんだけど、まあ、先ほどのフードプロセッサーじゃないけど、あると便利かもしれないけど、それを維持管理するコストっていうのかな、はい、まあ、いろんなコストがあるけれど、うん、に対する意識がすごく希薄っていうのがね、うん、そっちの方が私は問題だと思うんですよね、うん、確かに、かといって買うときに捨てることを考えて、捨てるのが大変だから買うのやめるっていうのもね、私非常に寂しいと思うんだけど、でもやっぱりあの維持管理っていうのはね、まあ、時間のコストもそうだし、エネルギーのコストもあるし、なおかつ面倒くさいっていうね、はい、感情のコストもあるわけだから、それがどれだけかかるかっていうのはやっぱり考えて選び抜く必要はあるなと思ってますね。確かに本当にね、うん、私たちってそのものの、うん、一面だけ見て、うん、あると便利と思っちゃいますよね。そうですね、そう、あると便利かもしれないけど、それを維持管理するためのコストっていっぱいあるよって、うんうん、それ以上にそのものが便利、そのコストに見合う利便性を自分はちゃんと考えてるっていうことを申し上げたいですよね、うん、そうですね、うん、まあ、あると便利は事実、うん、だけども他の点っていうのが必ずあるわけですからね、うん、うん、やっぱりここでも俯瞰力が必要なんで、俯瞰力だよね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。山下秀子断捨離塾は毎月いろいろなテーマを設けて、あなたの生活や人生をクリエイトしていくね、お役に立つ情報をねお届けしています。まあ、情報というよりはものの考え方って言ったらいいかもしれませんね。そしてそれをどう実践していくかということをね、丁寧にお伝えしています。まあ、その他にいろいろなね、お役立ち情報もね、塾に入るとね、受け取ることができます。どうぞこの山下秀子断捨離塾にあなたもアクセス、そして人生に果敢なチャレンジをしていただける、その礎にしていただければと思います。